できた。冷凍だけど海鮮と小松菜を入れてみた。はい、それではいただきます。本気でお腹空いちゃった、幸せすぎるよ。美味しい。味濃いめが好きだからちょっとお水を少なめに入れてるんだけど、これぐらいはちょうどいいや。なんか若干麺が平べったい麺だね。1杯ぐらいは余裕だな。もうあと4口ぐらいしかないから次のラーメンを用意しようと。ダイエットは明日から。1杯目完食。すごいニンニクの匂い。美味しいニンニクの匂い。ちょっとなんか博多豚骨っぽい細麺だね。いただきます。麺茹でるお湯沸かさなきゃ。次これいってみよう。しじみ醤油味。ごちそうさまです。しじみ醤油ラーメン。スープから飲んでみよう。うまいやん。さっきまであんなに寒かったのにラーメン食べると体がポカポカしちゃう。3杯目完食。次ラストかな。ラストはこれにしよう。この札幌一番味噌ラーメン味濃いめ設定に溶き卵を入れてスープをふわふわにして飲むのがもう美味しいの。作ってくれね。よし、ラストラーメン。まずはスープから。うん、安定です。卵、もやしも入れたよ。本当はネギとかね入れたいんだけども、めんどくさかったからいいや。うまいよ。ラストスパート。とっても大満足。4杯完食しました。ごちそうさまでした。